皆さんこんにちは、山田理香です。今日2月24日は私の30歳の誕生日なんです。なので今日はホールケーキを買ってきました。いちごのデコレーションケーキかいちごのタルトか悩んだんですけど、今すっごい無性に生クリームが食べたいなって思ったのと、あとホールで食べるんだったらこっちの方が食べやすいかなと思いまして、このいちごデコレーションケーキにしました。こんな感じです。じゃあもう早速ろうそくつけていきます。ね、私は食べたいばかりなので歌は歌わず封をしようと思います。では自分誕生日おめでとう、イエーイ、イエーイ、やった。では早速いただきます。おいしい、うん、おいしい。私が食べたかった生クリームの味、ちょい甘めかな、うん、これ私のファンマークのいちごです。今3分の1ぐらい食べ終わりました。おいしい、すごい。4号ちょっとペロリといけるかも。このチョコレートが乗ってるぐらいなんですけど、お腹いっぱいになってきた。今ねもう後ろもこんな感じなんですよ。なんですけど、もうあとちょっとってところで、やばい、今一気に来た。体が生クリームになってる。ちょっとそろそろこのチョコレートを食べようかな。いただきます。違う、チョコじゃないこれ。ん？砂糖？砂糖なんですけど、レモンの味がする。あとちょっと、あとこんだけ。やばい、結構きつい。ちょっとお腹いっぱいになっちゃったんで、一旦これは置きます。じゃあちょっと休憩ということで、まあ今回今年30歳を迎えたわけなんですけれども、本当にここまで生きてこられてることがすごいなって思って、今この世の中いろんなことがあるじゃないですか。なんかそんな中これだけちゃんと30年生きてこられて育ててもらえたっていうことが本当にすごいことだなって思うんですね。生きてることだけですごいのに、なんかさらに自分のやりたいことを自由にやらせてもらってるっていうこの幸せ、おそらく私の両親は私に言いたいことたくさんあると思うんですよ。なんですが何も言わずにただ見ててくれるっていう心が広いんだと私は思います。だから最近本当に私山田家が好きすぎて、ここに生まれてよかったって思いすぎて、年に何年か、まあ、特に母親には本当に私山田家に生まれてよかった、本当によかったって
心の底から言ってます。なので、まあ、これが感謝で伝わってるかわかんないですけど、これからも言い続けていこうかなって思ってます。まあ、30歳ということで今年の目標なんですけれども、今年は未来のことを考えてそこに進むです。ここ最近本当に私1週間後とか2週間後のことしか考えられなかったっていうか考えていなかったですけれども、今年1年はちょっと年単位で先のことを考えていこうかなって思ってます。なんかその方がここに向かってやろう、やるべきことは何だっていう、こう細かくいろいろ決めていけると思うんですよね。なので今年の私30歳の目標は未来のことを考えてそこに進んでいくです。喋ったから消費できたかな倒れたまま完食しました。あーお腹いっぱい。はい、ということで30歳になった山田理香もよろしくお願いします。バイバーイ。